こんにちは、ミアンジュです。今回は西アフリカトカゲモドキに餌やりをします。この西アフはミルワームが大好物です。今回はひたすらにミルワームを食べる西アフを見ながら癒されたなら嬉しいですという動画です。この可愛い顔でミルワームを捕食しながらも次の獲物が来たら素早く反応しています。普段はとてもおとなしい西アフなので、そのギャップが見れてとても可愛いです。ミルワームが動いてないと食べないので、ピンセットでちょこちょこ動かしています。というのも、口や内臓を噛まれたらマウスロットになるため、ミルワーム頭を潰してあげてます。そうすると安心安全ですが、ミルワームが弱り、動きが鈍くなり、食いつきが悪くなります。だからピンセットで生きたふりして動かすと食べてくれるんです。小柄な西アフの女の子ですが、食べるときはがっつり食べてくれてます。餌は3日に1回のペースであげてます。食いだめするタイプみたいです。たくさん食べてお腹いっぱいだね。かわいい西アフちゃんに癒されたでしょうか。癒されたっていう人はありがとうございます。これからもいろんな生き物を紹介しますので、よければチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。